コーナー行きましょうかね。じゃあ、はい、はい、町の賢者、はい、あなたがですね町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。はい、ラジオネーム三平、ヘリウムボイス角千佳子さんがバックフォーザフライデーに出演をし、かつてドラマで共演した佐野史郎から何度もデートに誘われていることを明かし、誘いを断り続けている理由を語っていました。佐野さんとお会いして野際陽子さんの話をしてしまうと、野際さんが亡くなったことを認めちゃうような、うん、まだ認めたくないっていうか、うん、信じたくないっていう気持ちがあるんです。うん、嘘つけ佐野さんは気味が悪いから無理ですはっきり言えよ佐野はな、男の俺でも無理だからな。むにゃむにゃ言いながら耳舐め回してきそうだしよ、またぐらに鼻押し付けてふんがふんが言いしそうだしよ、しまいにはケツにメガネねじ込んでくるんじゃねえかと想像しただけで震えるわ冗談でも何でもなく、マジで佐野史郎とインフルエンザには気をつけてくださいひどい、言ってくださいよね。ラジオネーム、サッカー J1 で初優勝をした川崎フロンターレのタビナス・ジェファーソン選手がツイッターでこのようなツイートをしていました。優勝は素晴らしいものですね。恐縮ですがここでラップをさせていただきます。ヨーヨー、昨日はしたぜ優勝、応援してくれた人は超優秀、感動したぜケンゴさんの背中、俺は今も夢の中、シャーレを持つ俺もすごくおしゃれ、そしてめっちゃ面白い。面白くねえわバカ言わせてもらうけどな、お前、お前はな一試合も試合に出てねえんだぞマジで、マジで高卒ルーキーだからって甘えはなしだなぜ試合に出られなかったか考えろ、自分はどうなりたい、スタメンの選手と比べて何が足りない、東京オリンピック出たいんだろ、だったらラップしてる場合じゃないよなスクワットして食って走って食って練習して食って寝る、それだけ出てないんかい、そうだいいじゃん嬉しかったんだからいいだろ別に。ラジオネーム、ブラザーフットオブスティール、モデルで女優の泉里香が2017年に最も検索数が急上昇したことにより選出をされる今年の顔のモデル部門賞を獲得し、受賞式にてこんなことを言っていました。見る景色がどんどん変わって新しい興奮を覚えた一年でした、たくさんの芸能人の皆さんにもお会いできて興奮しましたね。2017年は本当に勇気を持って一歩踏み出したことがたくさんの仕事につながったので、来年も新たなことに挑戦したいです。あ、検索急上昇、お前のことなんて誰が検索するんだよ、ファンか、いやファンなんてまだそんなにいないしな。どうだ泉里香さん、考えれば考えるほど謎は深まるばかりだよな。それじゃあここで優しい俺がヒントを教えてやろう。実は検索した人間の9割がな、とある特殊な地方ラジオ番組のヘビーリスナー通称ゲスナーと呼ばれるしょうもない集団だ。そしてその番組のパーソナリティは呼吸をするようにアナルダのチンコだのションベンという下劣な単語を連呼し、挙句の果てには泉里香の水着を食いたいと言い放ち、その発言が本人にバレそうになったらゲスナーのせいにするという神聖の悪党いいか泉里香、絶対に絶対に泉里香水着食いたいラジオで検索するなよお前が闇を覗くとき、闇もまたお前を覗いているのだ。臭いんだよ。凶悪なんだよ。いや多分このラジオは貢献してるだろうね。いやそうでしょうね。エンジェル。パン。いや面白い。臭いね。ラジオに騙しやすけし。二刀流で強くて頑張ってる大谷翔平選手が新たな就職先をエンゼルスに決め入団会見。本当にたくさんの人たちに支えられて今日このメジャーリーグのスタートラインに立てたことを感謝していますし、これからエンゼルスの一員としてファンの皆さんと共に優勝を目指して頑張っていきたいなと思っています。
新しい出職先が決まったんかめでたいな。自分二刀流言われとるんやろ。アメリカやったらダブルソード大谷になるんやろな。でもな、野球で新しい就職先探しとるんやったらおっちゃんに一声かけてほしかったわ。おじちゃんの率いてるな大淀川ミートパイズもメンバー足りなくてカツカツやん。もしエンゼルスの待遇に不満があったらおっちゃんとこも来るやで。一郎くんも就職先が決まらず右往左往しとるみたいやし、彼にも声かけよう思ってるから、来年の大淀川ミートパイズは一郎と大谷翔平を率いて第5土曜日のグランド使用権ゲットするぞ。ブッチャーさんじゃないか。どうしようかな。ラジオネーム股関節痛。先日行われたクリケット、スリランカ対インドの国際試合で事件が起きました。インドニューデリーのスタジアムで行われた強豪国同士のこの試合ですが、その日ニューデリー市内の大気中の有害物質量は安全基準の15倍という数値を記録しており、普段から大気汚染慣れしているインド代表は平気でしたが、その空気に慣れていないスリランカ代表はマスクを着用し試合に挑むも、次々と嘔吐を繰り返し試合が中断したり、試合に出られる人数が足りなくなるなどボロボロ、結果試合はスリランカ7対インド536。試合後インドクリケット協会はスリランカ代表を些細のことで騒ぎ立てたと非難し抗議を表明しました。待て待て待て、インドクリケット協会めちゃめちゃ無慈悲。日本の相撲協会顔負けの闇の深さ。スリランカ代表も汚え空気吸わされてゲロ吐いて試合ボロ負けして、挙句の果てに些細なことで騒ぐなって、踏んだり蹴ったりすぎるだろ。てかゲロ吐くぐらいの大気汚染って何なんだよ。一体何燃やしてんだインド、ゴミ分別してんのかインド、地球は一つだぞインド。あげとく、すごいね。ねえ、ラジオネームね、どうしようかな。実家童貞暮らし、うん、週刊実話のネット記事にとんでもないものがありました。それはローマ時代にも歯のホワイトニングが一部で行われていたという記事です、うん、しかもその方法が処女のおしっこでうがいをするというものなのです。しかも歯科医師によれば、現代のホワイトニングに使われる過酸化尿素も分解すれば尿素となることを考えれば大きくかけ離れているわけでもないと、過酸化尿素に似た成分のおしっこをできる人がいたのであれば実際に歯は白くなる、全くのインチキではないというのです、うん、さらにアンモニアが油脂を分解する性質を利用し、古代ローマでは尿を発酵させたものを洗剤代わりにしていたとの記事でした、うんうん、おいおい実話さんよ、俺たちゴキブリ系男子をからかってもらっちゃ困るぜ。その記事が本当ならば、なんで映画テルマエロマエで阿部寛が上戸彩のおしっこでうがいするシーンがないんだよ。なんで上戸彩のおしっこを発酵させて洗剤代わりに使ってるシーンが一切なかったんだ。こんな子供騙しの記事書いてる暇があったら上戸彩のパンチラか胸チラでも取ってこい。本当なんかね。でもやってたのはやってたんだもんね、そういうのがあったってなったら、俺じゃあもっと歯白くなるはずだけどな。そうですね。飲んだりしてるの？飲んじゃダメなのか。うがいだもんね。うがいだっていう。そうそうそう。飲んじゃうからか。飲んでんの？飲んで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 尿素って言われちゃうから。言われちゃうから。怖えのみたいな。尿飲ませる。めちゃめちゃ飲んでるじゃん。その感じだからめちゃめちゃ飲んでる。お願いはしないんだな、もったいないからね。いやー、どうですか。まあ、一杯やりますか、とりあえず、ブレイク前に。何ショーン。ショーン。ブレイク。